井上園子は日本のピアニストである。1915年2月22日、東京に生まれる。父は神田駿河大に1881年から続く、井上眼科病院の第7代院長、井上達次。6歳からカテリーナ・トドロビチにピアノを指示する。入学した整形小学校では小林隆史作に音楽を習う。 1926年5月16日、東京でデビューする。この時、モーツァルトのピアノ競争曲、第23番位長々ケッヘル488位を演奏する。1929年、ウィーンへピアニストとして留学する。翌年、ウィーン国立音楽院に入学。エミール・フォン・ザ・ガーのクラスで学び、パウル・バイン・ガルテンにもピアノを指示した。 1933年、ウィーン国際音楽コンクールの本選に出場する。結果的にディプロマを受賞する。これは、国際コンクールでの日本人として、初めての本選への出場であった。ウィーン国立音楽院を卒業し、9月18日に、靖国丸で神戸港へ帰国する。1948年に健康上の理由で演奏活動を停止。 1951年5月31日の名古屋市公会堂、6月3日の宝塚大劇場、6月4日の京都劇場のヨーゼフ・ローゼンシュトック式による NHK 交響楽団の演奏会で、両トルチャイコフスキー作曲、ピアノ競争曲第1番を演奏した。1986年1月19日に東京で逝去する。ありがとうございます。